はい、今ですね、島根県松江市にいます。で、松江のね、お城の横にあるね、護国神社に今来てるところです。で、今護国神社でね、参拝させていただいたんですけどね、まあ、護国神社ということで、各都道府県、一部ない、神奈川とかないのかなの、お城があって、お城のね、横に基本的に護国神社ってあるんですけどね。で、そこのね、護国神社で今参拝してきているところです。で、松江市ということで、島根県の県庁所在地です。で、護国神社って基本的にね、さっきの大戦で、まあ、海外とかでよく亡くなられた方々、英霊の方々を祀ってる神社ですね。地元の連隊、まあ、基本的に昔はですね、何々連隊とかいうのは基本的にはその地元の人々、ね、郷土の人々で固められた感じですね。いろんな土地の人を混ぜてたわけじゃないです。で、今こんな感じで見てるんですけど、松江の護国神社終戦60周年記念事業、ね、こんな感じでやってます。で、人を戦没者慰霊の日、まあ、こうやって松江の歩兵第142連隊、人ってことでフィリピンですね。フィリピンで142連隊で亡くなられた方が多いんですけどね、まあ、そこの祀られているところです。で、これじゃあ護国神社ね、まあ、今なんか見てるとね、やっぱりね、反日特派と呼ばれている真っ白な朝鮮、こういった国から侮りを受けてます。我々の領土に関してね、政治的にも内政干渉を受けてます。まあ、これに関してはアメリカによってっていうのもありますね。アメリカによっての支那朝鮮に関しても、まあ、ロシアに関しては北方領土を、ね、牛耳られちゃってますけどね。そういったものをね、やっぱり我々はね、我々の手で払拭していかないといけない、ね、そして自主独立、アメリカに頼ることなく、そして支那朝鮮にこびることなく、ロシアから北方領土、韓国から竹島を戻し、筆致を回復してですね、我々は取り込んでいかないといけないと思います。我々なんか舐められてますよ。で、我々のこの英霊の方々がなんで海外祖国をね、離れてね、異国の地で戦ったか、どのような気持ちで戦ったか、我々のこの今の現状のあるね、我々のこの姿見たら悲しんでますよ。平和国家から脱却してね、我々の国は我々の手で守るっていう風にしていかないといけないんですよ。まあ、そういったところを我々はね、これから目覚めていかなきゃならないかなって感じがします。